山中湖来てます。でここなんか TBS の山中湖寮とかいうね、これ全く今日行った現場とは関係ないとこですけど、今ここから動画始めますよ。なんていうんですかね、その山中湖まで、まあ、都内から2時間半ぐらい観光バス乗ってきたんですけど、今僕泊まってる都内のそのアンプランってホテルが朝食が出るんですね。なんかパン2枚と卵2個とあとリンゴジュースとオレンジジュースで、あとコーヒーとあとヨーグルトですね。それが宿泊プランについてるんで、朝5時に渋谷集合だったんで、その朝ごはんを朝3時ぐらいに食べて、でまあ2時間半ぐらいかけてこの山中湖のサバゲーするとこがちょっと現場だったんですけど、そこまで移動したと。まあ、結構そのお腹下しやすいというか、そのヨーグルトとか消化にも食べたんで、まあ、トイレ休憩なかったんで、まあそれでもトイレ行きたく別になるわけでもなく現場着いたと。でまあ仮設トイレが3つありまして、男性用の真ん中入ったんですけど、まあそれは何ですかね、あのティッシュなかったんですね、そこも。でまあ別にその台もしたくなかったんで、とりあえずショーだけ済ませようかなと思って、まあ仮設トイレの中入ってちょっと安心したんで、大きめのを鳴らしたら身が出ますよね、身が出ますよねじゃなくて身が出たんです。なんかこうパンツがね、あのトランクスとかじゃなくてボクサーパンツみたいなの入ったんで、なんかこう勢いよくトイレの中入ったから下おならをしたら、まあ、出ちゃったと。なんかトラックがビュンビュン走ってますけど出ちゃったと。これでなんかもう重量感がパンツにかかった瞬間もやばいと、もうすぐズボン脱ぎまして、短パンでしたけど脱ぎまして、でまあそこ男性用でもショーする感じのとこだったんで、仮設トイレどうしようかなと思って、まあ着いてすぐトイレ入ったんで、外もしかしたら誰もいないかなと思って、その短パン脱いだパンツの状態で隣の仮設トイレ移りまして、まあ幸い人がいなかったんでなんとかなりましたけど、ささっと移動して、でもあれですね、もううんちついてるそのパンツをまあ脱ぎまして、ティッシュで拭きましたよ。それでまあね、なんかやばいなところは、そうそうついて、そうそう、まあお腹痛くなったりすること結構ありますけど、まあなんですかね、仮設トイレ入って安心してやっちゃったというかね、もうこれはやばいっすよ。朝の7時ぐらいに現場着いて、さあこれからやりますよって時にそれですから。でとりあえずそのティッシュで拭いたりして、まあ、長めにティッシュで拭きますよね、なんか心配ですから。 JL 仮設トイレ出たらもう列できてましたね、危ないです。その右手にその脱いだパンツちょっと持ってささっと出て、でまあ並んでて、なんかこいつ遅いなみたいな感じで並んでましたね。でなんかこう気づかれないように右手に持ったパンツを、ほんでちょっとその木陰のとこにパンツ捨てまして、短パンの下も何も履いてない状態というか、まあこれで一日始まるのかというか、もう結構その時は焦ってましたね。もうなんかこんなことになると思ってませんから。山中湖のなんか初めて来たところ結構綺麗ですけどね、えなんかそれどころじゃないと。でまあパンツをこう捨てた場所がこう交番表とかで見ると、その引きの絵の時にもしかしたらカメラが据えるとこかもしれないと後で気づきまして、あんなとこになんかうんちがついたパンツが一枚捨てられてたら、なんかね、なんやこれってなりそうな感じもしますから、それ見てまたちょっと回収しに行ったり、なんだろう、もうサバイバルゲームする会場で若干漏らしてサバイバルしてましたねという話ですわ。はい、なんかめちゃくちゃいい観光地なんですよねここで。もう結構そのアングルジックだったんで、早めに今日は終わって帰って散歩して温泉行こうかなと思ってます。まあなんかまあロケバスとかで移動してるとトイレ行きたくなったりして、
ね、なんか大変な時ありますけど、まあ漏らすことまではいかないと、まあね、なんかギリギリなんとか耐えたとかね、トイレ寄ってもらったり、まさかなんか安心しきって閉したら出るっていう、そのね、まあそれした後がね、まあ大変でしたけどね、こうなんか平然と何事もなかったように処理して、でなんかまあみんなと普通に喋ってやってましたけど、実はもうしょっぱなから漏らしてましたということです。で今からちょっとあれです、現場終わったんで温泉行こうかなと思ってます。で一旦切ります。あーもう素晴らしい観光地です。なんかイルカの、イルカじゃないですね、なんかアヒルのボートじゃなくて白鳥のボート、今日ここ来た時白鳥本当のやつ2匹泳いでましたからね、 2羽泳いでましたからね。天気がもう今日一日ずっとカンカン照りでしたけど、ちょっと夕方から曇ってますね。もっと青空やったらよかったかなと。素晴らしい観光地です。ハプニングさえなかったらね、パンツ1枚無駄にしましたから、朝から仮設トイレの裏に捨てましたね、移動させて。もう忘れなきゃダメなあれですね、もうことです。でもまあこういうことは誰しもあるから、こうみんなね、そのもしかしちゃった時の処理をなんとかうまくできたら、まあなんともならないというか。もうホテル着いた後、お白鳥いますね。ホテル着いた後ちゃんとその短パンも水で洗ってドライヤーで乾かして、何事もなかったような。でもここあれですね、子供と白鳥遊んでる感じですね。これが山中湖ですね。ちょっと白鳥見に行こうかな。本当の白鳥がいます。アヒルも、アヒルじゃないですね、カモもいますね。いやでももうちょっと早くね温泉行かないと、6時で閉まっちゃうんですけども、4時前なん で歩いていくと多分25分ぐらいかかると。もう何事もなかったようなね感じです。これが今回泊まってるホテルから24分ぐらい歩いてきた、紅富士の湯か、字が汚くて読めない。とりあえず着きましたよ。もうちょっと小雨が降ってますけど、まあ、うんこを漏らしたところで、まあそれをねうまく処理して大勝利という感じで、まあホテル帰ってから短パン洗うついでにもうシャワーも浴びてますから、これ気分転換します。現場に到着したんが7時半ぐらいで、まあ、ハプニングがもう来たんが、まあそのねすぐ直後で、出番がまあ1時半からだったんでね、なんかその最初はもうだいぶ焦りますよね。もうなんかどうしようとか、なんか匂い大丈夫かなとか、まあ、でもそういうのも気にしたりしつつ、あとちょっとあれですね、やっぱお腹が緩くなったんで、おならした次出ちゃうんじゃないかなっていう心配もしつつ、でもまあ1時半まで暇だったんで、寝転がったり喋ったり、まあゴロゴロなんか平然としてましたけど、まあちょっと今日はさすがに焦ったな。まあちょっと温泉入りますよ。800円で、村民300円レディースで、なんか村民優しいですね。ウェルカム大人なんすか、ウェルカムカードか。